ドクターどうしたんですかあ、私は大丈夫ですよ。ちょっと疲れただけです。この二つの履歴書、後でチェックをお願いしますね。たくさんの方がロドスに入ってオペレーターになってくれましたから、皆さんを失望させないように頑張らないと。ロドスもこの大地も、たくさんのものを失ってきました。ですが、 もうそんなことは起きません。怒りに身を滅ぼされるかもしれませんが、悪意を相手にするとき、多くの人にとって、それ以外の選択肢はないんです。この大地が平和になるまで、この怒りの炎は、誰にも消せないんです。私の指輪が変わったように見える、ですか やっぱりドクターにはごまかせませんね。そうです。一つはこの前壊れてしまいましたから。でも大丈夫ですよ。もうケルシー先生に新しいものに変えてもらいました。えあの時倒れたのと関係してるか、ですかドクター、それは。今回の作戦では、 ビジネス的な利益を少しも得られなかったばかりか、かなりの損失がありました。ですが、世の中、商業的価値では測れないことだってたくさんあるんです。それに、ロドスは利益のためだけに動く企業ではありませんし、この大地に必要なのは、物質的な薬だけではありませんから。チェルノボーグのレユニオン。 事件が終わった後に彼らを責め立てても何になりますか彼らを踏みにじって、迫害して、虐殺した人たちもいたと考えれば、憎しみは憎しみを生み出します。最初から間違ってるんです、そんなこと。かつて、裏切りにあった一人の猿数が、復讐のために怒りに任せて大地を渡り、 最後には、そんな復讐の循環の中で命を落としました。私に理解できないのは、彼は剣を抜く前から、自らの最後を心に決めていたということです。怒りが彼を、冷静な死に至らしめました。 死は私たちの記憶に永遠に刻まれ続けるべきです。それは誰がもたらしたものでも、誰に与えられたものでも。私たちが犯してしまった過ちは、決して正当化されることはありません。その傷跡こそが、いつだって私たちの弱さを思い出させてくれるんです。今でも時々、 ミーシャさんの目や、フロスト・ノバさんの怒号、そして、パトリオットさんの叫びを思い出します。エースさん、スカウトさん、そして多くのオペレーターたちが一つの信念のもと犠牲になりました。でも彼ら以外の多くの感染者は、この大地で何のために死んでいったの 最近の私、なんだか自分らしくないって感じがしませんか時々湧き上がる正体不明の怒りは、私自身のものなんでしょうかそうだとしたら。いえ。そうだとしても、私は諦めません。ドクター、私があなたを守ります。この剣で。 大丈夫ですか少し休憩しませんか私が支えて連れて行きましょう。心配しなくても、私は元気ですから。ドクターが休めれば、それで。ドクター、会えてよかったです。私の姿、ですかあの、怖がらないでください。 後でちゃんと説明しますから、安心してください。何が起きても、ドクターのことは傷つけさせないと誓いますから。それが必要な戦いならば。これは、かつて私が一番信頼していた人が教えてくれた言葉です。はい、わかりました。 私は多くの人々の怒りを背負っています。作戦開始。行きます敵が来ます総員、戦闘準備。こちらアーミア。この剣が復讐を渇望している。好き勝手にはさせません。 私の剣が、石晶の影をまとう。チェンさんの剣術が、この剣を流れています。武器を下ろせ。あなたの考えも、アーツも切り裂けます。何をもって貴様の不義理に報いようか。 私を、舐めるなよ。ドクター、いつも支えてくれてありがとうございます。私たちの戦いは厳しさを増すばかりですが、諦めるわけにはいきません。いつまで戦えば、大地に広がる怒りの炎が沈まるんでしょうか。お疲れ様です、ドクター。 始末は私に任せてください何があったのこんなはずじゃはあこれで少しは休めますねうわドクタードクターあの少しお話を聞いてくださいいいですか ークナイツおかえりドクター。